ソタロールは、K チャンネル遮断薬に分類される、不正脈治療薬の一つである。交換神経 β 受容体非選択的遮断作用と、ボーン・ウィリアムズ分類3群交付整脈作用を合わせ持つ。最初に発見されたのは1960年で、1980年代に、β 遮断薬として、広く用いられるようになり、その後すぐに交付整脈薬として、再発見された。 これら二つの機能を持つことから、寝室サイド及び、出品パク治療薬として、他のベータ、遮断薬よりも優先して使用される。商品名ソタコール。米国 FDA は、ソタロールが、QT 時間を延長してトルサードドポアントを起こす、危険性が若干あるとの理由で、重篤な不整脈にのみ使用する様に呼びかけている。米国 FDA によると、ソタロールは、 致死性心室性不整脈、高症候性心房細動、心房阻動の患者の心リズム正常化について使用承認されている。重篤な副作用があるので、通常は死の危険のある心室性不整脈、またはバルサルバ法等の単純操作で除去できない細動を、阻動にのみ使用すべきであるとしている。日本での効能、効果は生命に、 危険のある再発性心室頻拍、心室細動で、他の抗不性脈薬が無効化または使用できない場合、である。FDA によると、ソタロールは、気象時の心拍数が50拍、分以下の患者には用いるべきではない。ホラ不全症候群、QT 延長症候群、心源性ショック、未管理の心不全、気管支喘息、または、関連気管支連縮症状。 血中カリウム値が4ミック、エルミマンの患者には使うべきでない。第2度、または第3度の防湿ブロックで、心臓ペースメーカーを装着している患者にのみ、投与すべきである。ソタロールは、腎臓から排泄されるので、クレアチニンクリアランスが40ミリリットル、分未満の患者には用いるべきではない。入獣中に分泌されるので、ソタロールを服用中の患者は授乳すべきでない。 ソタロールは QT 時間を延長するので QT 延長作用を持つ他の薬剤と併用しないように FDA は推奨している。自己寄進を服用中の患者では重篤に副作用が多く、心不全の存在によると思われるとの研究結果がある。他のベータ、遮断薬と同様にカルシウム拮抗剤、カテコールアミンを枯渇させる薬剤、インスリン、高糖尿病薬、ベータに 作動薬、クロニジンと薬物相互作用を起こす。ソタロールは、苦出率が低下している患者では死亡の危険を増加させるので避けるべきであるとの証拠がいくつか報告されている。日本で近忌とされている患者は、下記の通りである。日本で重大な副作用とされているものは、ソタロールの細不性脈作用による、寝室細動、寝室頻拍、トルサードドポアント、 ホラ停止、完全防止ブロック、心不全、心拡大である。日本の添付文書では発言率3%を超える副作用はないとされているが、米国の添付文書では発言率10%を超える副作用として、疲労、めまい、立ちくらみ、頭痛、無力症、大き、呼吸困難、除脈、動機、共通が挙げられている。これらの副作用は、 容量依存的に増加する。稀にソタロールが誘発する QT 延長症候群が生命を脅かすトルサードとポアントにつながることがある。いくつかの臨床試験をまとめるとソタロールを服用した上質性不正脈患者の0.6%で TDP が発生している。心室頻拍の気用がある患者では TDP の発生率は4%である。発生率は 高容量、女性、心肥大、または心不全の履歴のある患者で高かった。TDP の発生率は、持続性、新出性頻迫の患者で見ると、80mg、非で0%、160mg、非160で0.5%、320mg、非で1.6%、640mg、非で5.8%であった。このリスクのため、米国 FDA は、 ソタロールの投与開始時、または投与再開時に最低でも3日間入院させて、継続的心電図モニタリングを実施し、かつ蘇生に備えるように求めている。ソタロールは、β1 受容体と β2 受容体を、非選択的に、両方ブロックし、刺激リガンドによる受容体の活性化を阻害する。リガンドが受容体に結合できないことで、 受容体に関係する G タンパク質複合体が活性化されず、キャンプが酸性されず、カルシウム流入チャンネルが開かれない。カルシウムチャンネルの活性化が減少すると、細胞内カルシウム濃度が低下する。神筋細胞では、カルシウムは収縮の電気信号並びに、神筋収縮力を生成する上で重要な役割を果たす。カルシウムのこの重要性を考慮すると、 二つの結論が導かれる。一つ目は、細胞内カルシウムが少ないことで、収縮のための電気信号が弱くなり、心臓の自然のペースメーカー機能が働いて不正な収縮を改善すること。二つ目は、カルシウム濃度が低いことで、心筋収縮の長さと頻度が減弱し、異常な頻脈を是正することである。ソタロールは、カリウムチャンネルにも作用し、 進出の主観を遅延させる。カリウムチャネルのブロックにより、ソタロールは細胞外への系の流出を妨げ、進出筋細胞が収縮するための次の電気刺激を発生させることができるまでの時間を延長する。この感覚延長は、進出の創発性、または異常な収縮の可能性を低下させることで不整脈を修正するために役立つだけでなく、 心室収縮の間隔を長くして、貧脈の治療をサポートする。ソタロールが最初に化学合成されたのは1960年であった。当初は高血圧治療薬及び強心症治療薬として認識されていた。英国及びフランスで1974年に、ドイツで1975年に、スウェーデンで1979年に発売された。 日本では1999年1月である。1980年代に交付生脈作用が発見され、米国で1992年に承認された。ありがとうございます。